綺麗。こちらの展望台来ました。うお、寒い。向こうからご来光なので、ここで休憩は取りやめますと。やっぱ靴もいいし岩もいいし ね楽でしょ。打てられますよ。オッケーオッケー。もう超ハイペースで7時20分だから、5時、2時間。すごい、2時間でここまで来ちゃった。いいペース。世界遺産のど真ん中にいるんです。すごい。あれ、その前は北海道の知床、はい、世界遺産、大好きよ。宮の浦と永田、あれ耳だけつったけど、なんだっけな、面白い形の岩がありますよ。うわー、天使の端くぼ。
もう絶対尺投げの時期に来ると今決めた。これはこんな尺投げのトンネル、うん、うわこれってさ行ったらすごいよからの永田、取れました。気持ちいい。気持ちいい。最高。この永田浜が見えるっていうのがまたいいね。綺麗。灯台も見える。屋久島の灯台も見えるし。でこっち行くと大湖の滝の方に。すごいね、北海道から屋久島に来て、屋久島の山満喫。すごいよ。うわ、すごい。永田浜から今度この永田岳を見るっつうのは、うん、お向き合ってもうこれこの音だけこうやって癒し系ってちょろ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 。
登ったね。こういう光の時っているんだよ、何かが。ほら、昨日より本当に